千代の山正信、千代の山正信、千代の山正信、1926年6月2日から1977年10月29日は、北海道正木郡福島町出身の元、大相撲力士、第41代横綱、本名は杉村正春。1926年に、北海道正木郡福島町で生まれる、戦前の大横綱である、 双葉山育児への入門を希望していたが、周囲から双葉山に勝てる男になれと言われたことで1942年に出羽の海部屋へ入門した。入門当初から横綱を期待されていたため、杉村が相撲部屋へ、ただ入門しただけのことが、地元紙の記事になったり、当時は食糧難の時代だったにもかかわらず、出羽の海の方針でただ一人、 腹一杯の食事を与えられるほどの逸材だった。当時のあだ名は、迫力ある立ち合いのぶつかる音から取られた、ドン、というものであった。双葉山は1945年に引退したため、対戦は叶わなかったが、新入幕の1945年11月場所には受戦全勝を記録した。これによって16尺土俵と15尺土俵の両方で、 全勝を記録した力士の一人となったが、もう一人の羽黒三世児も十戦全勝だったことと、当時は番付上位者優勝制度が存在していたため、優勝こそ逃したものの、恐るべき力士として印象付けられたことは間違いない。戦後の食糧難の中で、ベテランたちが次々と引退し、1947年夏場所の時点で部屋の幕内力士が九人にまで減少した中で、 ジオの山は復活への大黒柱として期待された。1949年10月場所に大関へ昇進し、その場所は13勝2敗で、北海道出身力士としての初優勝を挙げた。翌場所も12勝3敗で連覇を達成するが、前田山英五郎のシールズ事件をはじめとする当時の横綱陣の批判が渦巻いていた煽りを受け、不運にも横綱昇進は見送られた。これは、 たまに式産上門が大関で三連覇しながら横綱昇進を果たせなかったこと以来であった。1951年5月場所を十四勝一敗で三度目の優勝を挙げ、ようやく横綱へ昇進した。時を同じくして横綱免許の権限を持っていた吉田塚酒の二十四世、吉田朝鮮による不祥事のため免許権限が相撲協会に移行しており、 千代の山は、教会が独自に推挙した最初の横綱となった。念願の横綱に昇進した千代の山だが、昇進後も新入幕の頃より、全く体重が増えず、思うような成績をしばらく残せずに苦労していた。1953年1月3月場所は2場所、連続途中休場という成績不振の理由より、千代の山自ら、 大関の地位からやり直しさせてほしいと異例の横綱返上を申し出た。だが、当時の千代の山は横綱、大関陣で一番若かったため、教会は再起に期待の方針を出して、これを認めなかった。これ以降、返上、降格を申し出た横綱は存在しない。教会の激励を受けた千代の山は、同年、五月場所も、全休の後、同年、 9月場所では11勝を挙げ復活。そして1955年1月3月場所でに、連覇を果たし、さらに1957年1月場所には自身、唯一の全勝優勝を達成した。しかし、新弟子時代の稽古中に、膝へ重症の関節炎を患い、骨に穴を開けて、脳を抜く手術を受けた影響で、これ以降は一時代を築けなかった。さらに、 場所中に独走すると強いものの他力士との混戦時は苦手だったらしく、1958年には金差で優勝を3度逃す3場所連続ことがあり、結果的に1957年1月場所の全勝優勝が最後の天皇支配になった。優勝は6回だが、新入幕時代に羽黒山と同じ10戦全勝を記録しつつ、 番付上位優勝制度によって逃したことがあるため、実質は7回と言える、内前勝2回。得意は、突っ張りと右4つ、より、脇が固く、相手に容易に左を刺させなかった。また、突っ張りの強烈さは、波外れており、立山の再来とも評された。突っ張りの稽古台にされた、土西木清とかの歯が歪んだほどであるほど、非常に稽古熱心だった。 最盛期でも192センチメートル120キログラム、112キログラムとの、説もあるの細見ながら、筋骨流々とした体型で、鉄骨の矢倉と称された。1959年1月場所限りで引退し、年より九十を襲名した。なお横綱在位数32場所は、それまでの羽黒さん、政治の30場所を超える当時歴代1位の記録だった。また、 千代の山が土俵を去ったことで、1900年1月場所に、日立山谷上門が関脇に昇進してから60年間138場所にわたって、誰かが三役力士を務めていた出羽の海部屋から三役力士が消滅した。1960年に師匠である出羽の海が亡くなると、後継者候補として名乗りを上げる。常の花は亡くなる寸前に、九十。 千代の山に継がせたかったという遺言を残したと言われたが確証がないため、武蔵川が継承した。常の花は、この3年前の自殺未遂事件の時にも、千代の山を後継者に指名した遺書を書いていたと言われるが、一命を取り留めたことでこの遺書は破棄された。1965年5月、柏戸剛、大宝皇旗、北の富士勝昭と共に拳銃を藩へから密輸入し、 その証拠隠滅を図ろうと廃棄していたことが発覚して書類送検されたが、日本相撲協会からの処分はなかった。出羽の花の時代の出羽の海こそは九十だと本人も周囲も思っていたが、後に里の山新松が出羽の海の無こう用紙となり、しかも出羽の海が部屋の土地、建物全てを里の山名義に書き換えたこと九十は、 自分が継承することはないと判断し、日立山以来の文家独立不元という不分立に悩みながら申し出ると、弟子十三名中十名までを連れて独立することを許された。しかし、弟子諸とも一門から破門されたため、高佐をはじめもへ移籍することになった。独立後最初の場所だった1967年、3月場所には、弟子の大関、 北野富士勝明が初優勝を挙げたほか、十両でも、弟子の正木山武士が優勝した。その後は、北野富士を横綱に、独立時の弟子から、北世界広光を関分けに育てた。それ以外にも、出身地も卒業した、小学校も同じで、後に、昭和の大横綱とも言われる、千代の富士三木をスカウトした。一方で、教会内においては、独立、波紋寺に、 委院への降格を余儀なくされていたが、1976年には、教会の役員待遇に昇格した。この昇格は、理事長として二期目を迎えたかつての稽古相手、カスガノの恩によるものだと言われる。ジ代の富士を、幕内力士まで育て上げたが、この頃から急激に体調を崩すようになった。やがて肺がんと診断、当時は、癌の場合本人に告知されなかったされて入院するが、 千代の富士の新三役昇進を見ることなく1977年10月29日に51歳で没死した。九十の死後、九十部屋は独立して伊豆津部屋を起こしていた北の富士が両部屋合同の形で継承した。1981年1月場所後、千代の富士が大関昇進、同年7月場所後に横綱昇進を果たす。なお大関、 横綱昇進伝達式の際、通常は力士本人と師匠夫妻が揃って出席するが、千代の富士の場合は、九十親方、元北の富士の配慮により、千代の山の未亡人が北の富士と共に同席していた。九十親方は、当時独身で妻がいなかったため、その代わりに千代の山の未亡人に立ち会ってもらったと語っている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。